はい、どうも、ちかしです。お久しぶりです。まあね、今回はね、まあ、最近 YouTube の動画投稿とかサボってて、まあでもサボってる間になぜか登録者数が5000人を突破するという、まあ感謝ということで、まあ、久しぶりに投稿していくんですけども、まあそうですね、10月あったことを話しますとですね、まあ大規模大会3つ優勝、X バー2900到達などなど、まあ、11月はいい年でした。勝てましたね。10月はいい年でしたね。はい、まあ、ってことで、まあ、YouTube も力を入れていきたくて、まあ、YouTuber として YouTuber っぽい挨拶とかあるじゃないですか。それを、まあ、5000人の記念でみんなに考えてほしいなって思ってます。え、強っ。何その、知らないです。なんかないですか。別にチカシをもじってなくてもいいし、チカシをもじってもいいんで、なんか募集をしてるんですよ。やっぱそのまあオープンレックで募集してもいいんですけど、オープンレックっていう配信サイトで配信してるんですけど、まあオープンレックで募集してもいいんですけど、やっぱり YouTube の層を大事にしていきたいなって思う。ほぼ初心なんだけど思ってて、なんで皆さんにお聞きしています。いや惜しい、これやれてたらノックアウトワンちゃったね。まあ何でも、まあ、結構案があったら多分全部その日以降の動画で試してみて、あ、これいいんじゃないみたいな、この挨拶良かったよみたいな、こういう感じでもいいんで、まあ、何か適当に案をくれると、まあそんな感じです。とりあえずね、最近ね全然 YouTube やってなくて申し訳ないんですけども、まあでもオープンテックの方でね、ちょっといろいろ自分の所属してるピクシオモンスターっていうチームでいろいろあったんで、最近 YouTube に顔出してないんですけど、まあ今日、まあ、11月4日なんですけど、ただ毎日また投稿していけたらなって思っています。あとツイッターもね、あと500人フォロワーぐらいでね、1万フォロワーを送ってくるので、こちらの方もね、まあ、1万人いったら、まあでも参加者何5000人いたし、まあ、6000人とかいったら参加型クラブとかしてもいいけど、なんかしたいこととかありますか。 YouTuber の皆さんってね、 YouTuber の皆さんはなんかオープンレックは見れないけど YouTuber 見てるから、 YouTube ライブを見れるからこれやってほしいよみたいな、まあ、まあオープンレックでね参加型クラブね割としてるんですけど、割と2回ぐらいだけどね、YouTube の方何もやってないからね。やった。いや、ちょ、なんか久しぶりに YouTube 撮ってるからめっちゃ違和感ある。いや、試合中俺いつも配信してる時コメント見るんですよ、しんどいけど、それがないんで。
華麗にキャンプしました。後ろにいたんだ。まあそんなこんなでね、試合に勝っていくんですけど、あとやっぱ試合と試合の間をしゃべって2試合にするか、カットして3試合を入れるかみたいな、まあ、そういうね心の中で、あ、ごめんか、心の中の葛藤もあり、どっちがいいですか。やっぱ多い試合多い方がいいですかね。とりあえず今日は2試合にしようかなって思ってるけど、どうするどうしようどうするってんって感じなんですけど、まあそれもてか YouTube ライブの時に聞こうか。 YouTube ライブ全然しないけどね、なかなかねやるタイミングがない。1試合目もデモンなんですけど、最近生活習慣がね悪くて、ね、すごいね寝れてないんですかね。喋りすぎてもう喋ることなくなっちゃった。あとね、今ね YouTube 用にねアカウントを作ってて、サブアカ回線サブアカを作ってて、 X 行ったらそっちで動画撮りたいんだけど、なかなかサブアカを起動する機会がない。YouTuber なんですけど、やっぱプロゲーマー兼なんで、本若は結構チェックパワーをね上げないとダメなんですよね。やべえ、誰もやれねえ。もうすぐ年末、いや年末なんかやろうかな。マジでね、その、いや、他の YouTube 見ないから、他の人の YouTuber、 違う、他の YouTuber か見ないから、なんかみんながどんな感じで YouTube で活動してるのか分かんないけど、you
いや待って、本当に弱い俺。昨日とトイレスプラトンやってなくて、マジでやばい。さっきはね、配信してたんですけど、そっちでもやばすぎて、配信1時間でやばかった。ごめんなさい。まあ1試合目に喋れることは喋ったんでお願いします。2試合目はもう見ないで、みんな。じゃあバイバーイ。